ました。ありがとうございました。高橋月一、数えて第9回目始めさせていただきたいと思います。簡単に、JCD のシンポジウム委員長をやっております、水谷と申します。よろしくお願いいたします。高橋月一なんですが、高橋月一はその名の通り、月に1回、高橋さんの気になる、デザイナーにお越しいただいて、デザイナー、クリエイター、はい、建築家とも含めまして、気になった方をお呼びして、高橋さんがそのデザイン、内容、思考に鋭く迫るという内容で行っております。高橋さんは、ライターでいらっしゃって、フレームのコントリビューター、そしてデザインキューレーターでもいらっしゃる高橋正樹さんでおります。そして、そうですね、後で、はい。よろしくお願いします。お願いいたします。そして、こちらの会場なんですが、東京デザインセンター5階のグラフィックギャラリーというんですけれども、毎回船吹さんのお声で、東京デザインセンターのお声で、こちらを無料で提供をいただいております。そして、今皆様にご提供いただいているお飲み物の方も、3階にあるイルカラパールの方から、ご協賛をいただいて、開催毎回しております。あんまり長くなってしまうので、高橋さんでは引き続きよろしくお願いいたします。どうも高橋です。今日は雨っぽい中どうもありがとうございます。ですね、この、高橋スピーチも数えて9回になりまして、正直結構困ってまして、もう今度誰呼ぼうかなっていろいろ考えて、とはいえもちろん若い方で素晴らしい方いっぱいいらっしゃるんですけども、やっぱり自分の基準といいますか、自分の好きな方のいろんなタイプがあって、その中に入っていらっしゃる方がやっぱり自分として呼びたいので、で、ちょっと話が変わるんですけども、最近のインテリアの傾向としまして、なんていうんだろう、最近というか、この3、4年ぐらいですかね、既製品にあまりとらわれないっていう人が結構出てきてるんですよね。つまりその既製品にとらわれないだけじゃなくて、デザイナーとしてそのデザイナーになること自体がですね、もうなんていうんだろう、違うんですね、昔と。どっかに入ってですね、弟子入りしてとかっていうんじゃなくて、突然デビューしちゃうとかね、そういうことは結構多いんです、最近は。で、そういう方は結構ですね、やっぱそれがちょっと変わってらっしゃる方が多いので、あまりもうカタログとかばっかり見てですね、カタログから選ぶみたいなこともしないで、全部自分で作ってしまうっていう方も結構いらっしゃるんですよね。で、多分これはいろんなものがもう出尽くしちゃって、デザインのグラマーとかボキャブラリーも全部出尽くしちゃってて、なんか新しいものが欲しいっていう向きもあると思うんですよね。で、多分杉本さん亡くなってちょっとあれですけども、あの原点、杉本時代に帰っていくような動きもあるんじゃないかというご指摘もJCD の偉い方から出てるんで、それも結構あるような気もします。で、今回はですね、その中で選ばせていただいたのが松井さんです。よろしくお願いします。ちょっと前に自己紹介忘れてました。高橋ですけども、最近こういう本を訳しまして、普段はですね、デザイン、日本のデザインのことをですね、英語で書いて海外の雑誌に書いておりますけども、ちょっとこの反対でですね、スリランカが生んだトロピカルモダニズムの巨匠ジェフリー・バーの本を最近翻訳しまして、結構高い本なんですけども、これ結構原書自体がすごくいい本なんですよね。バーの本で絶対それしかないっていうぐらいの決定版の本を訳しましたので、ぜひこれ書店に行かれたらお手元に取っていただいたりしてですね、見ていただくと結構素晴らしい、バーの得意の自然に一体化したホテルとか住宅とかいっぱい入ってますので、プラスバーの結構電気も入ってまして、これがすごい波乱の人生なんですよね。ぜひそれも読んでいただきたいと思います。で、こういう本もやっておりまして、で、デザインキュレーターもやっております。で、またさっき戻るんですけども、今日のゲストの松井さんをもう一回紹介します。よろしくお願いします。松井理央と言います。よろしくお願いします。今日はこういった会に呼んでいただいて、ありがとうございます。
ゴールデンウィーク明日から突入ということで、人がほとんど来てくれないんじゃないかとちょっと心配してましたけど、たくさん来ていただいて非常に嬉しいです。今紹介いただいたんですけど、僕は確かにどこかにこう所属していたことっていうのが実はなくて、大学院を出てすぐ自分の事務所を始めております。で、今ちょうど15年に経つところで、最初は本当に仕事をどう取ろうかっていうところで綱渡りをしているような仕事の仕方から始まって、今はいくつかのプロジェクトを同時に動かすようになってきました。で、小環境について今日はテーマがあるということだったんですけど、仕事の種類としては実は本当に多様なところで、仕事が来てまして、小環境ももちろんありまして、公共建築もあったり学校もあったりだとか、そこが横断して空間のことを考えるっていうのが一番、自分たちにとっての、思想がこう幅が広がっていくやり方だと今思っています。で、ちょっと前半戦はそういったあとルーツというか自分がどういった、人間形成されてきたかみたいなお話を しましょうと言われていたので、ちょっと昔の話から入っていって、今の、作品の話にしていければと思っています。この写真は僕の田舎でして、母の実家です。よくここに遊びに行っていたんですが、曽祖父が建設会社をやってました。で、棟梁ですね、当時は建築家っていう概念があまりなかったので、設計をして施工するというような会社です。で、この敷地の中に、いろんな工場だとか木材場とか、瓦工場みたいなのもあるんですね。で、さっき高橋さんがおっしゃったような素材についてこう自分たちで作らないと物がない時代だったので、全てこの敷地の中でものを作って家を建ったりしていくようなそういう場所でした、ね。で、これが曽祖父が作った建築ですが、その町の高校だったり、工場だったり銀行だったり、あらゆる建物を、建てていました。あ、銀行がやってたんですか？そうですね、これは、滋賀県、僕の実家が滋賀なんですが、滋賀の木の本という場所の銀行ですね。何銀行って？滋賀銀行。滋賀銀行、はい、国立銀行ですか？じゃあ滋賀銀行は地方銀行ですね。はいはい。で、最近これがリニューアルされて町の集会所になったらしくて。素晴らしいですね、はい、残念ながら僕がデザインはしないんですけどぜひ入ってください。それは悔いの残るところなんですけど、そういった建物だけではなくてこういう橋もたくさんかけていて、滋賀県なので琵琶湖がありまして、琵琶湖に流れ込む川がたくさんあるんですね。で、そこにまだ橋が足りない時にもう橋を田んぼ村かけてたんじゃないかなと思うんですが、そういったその橋がかかると当時ってすごい町が変わって、人の行き来が増えるということでみんな喜ばれていたというふうに聞いてます。何かを作ったり建てたりすることでその周りに住んでいる人たちが生活が変わるっていうのを、まじまじと感じる、一枚の写真です。じゃあ設計施工全部っていう？そうですね、はい、当時はすごく手広くやってたとは聞いてますが、今の祖父の時代にはもうだいぶ縮小していたので、僕の代になってはもう全くそういった会社はなかったんですが、そういった痕跡というか滋賀の至る所に祖父が作ったものがあるというそういった記憶があります。このおじさんどういうところで勉強されたんでしょうかね、そのおじい様は。はもう独学だったとは聞いてますけどね、それこそ、はい、橋まで作っちゃうっていうのはすごいです。そうですね、で、これが原風景というか僕のどちらかというと DNA に近いところで、そこから育っていって自分がじゃあデザインというものをやりたいなと思った時期というのは多分高校生ぐらいになってからだと思います。で、当時は多分デザインというものをまだ分かってなくて、多分一般的な高校生ならみんな興味のあったファッションから入っていってデザインというものを
で最初にそういったことを具体的に思ったのは当時これ94年のトム・デ・ギャルソン の、まあ、祝獣加工っていうくしゃくしゃっとしたあの加工された生地でできた服ですね。これを見た時にあのデザインっていうのがその、まあ、シルエットを作ったり型を作ったりするのがデザインだと思ってたんですけど、その素材の癖というか そこからできる造形によってそれをデザインに置き換えるっていうのが、まあ、衝撃でした。素材フェチなんですよね。素材は結構好きですね、うん、はい、まあ、当時からそうだったのかもしれないです、まあ、ギャルソンから入ること自体がちょっとやっぱりこう違いますよね。あのいわゆるその非西洋的なそのある種あの西洋的な流れを破壊するようなあのムーブメントを作ったようなところですよね、ギャルソンって言えば今でもなく。多分こういった時に見たその服のデザインみたいなものも今の、まあ、自分にもつながるところはあろうかと思うんですが、まあ、ただこう、まあ、ファッションデザインになるかデザイナーになるかというと、まあ、そんな甘い世界でもなくて、まあ、一から何かを勉強しようと思って、まあ、建築学科に入ったんですけども、まあ、建築学科に入るとようやく建築がどういうものかっていうのがだんだん見えてきて、まあ、そういえば自分の、まあ、曽祖父は建設会社をやってたっていうことも、そこからなんかもう一度思い出すようなそういう、まあ、逆算して自分の DNA を感じるみたいなところはありました。結構ファッションと建築っていうのは共通しているところがあって、まあ、最初の建築でもありますよね。通気とかいろんな機能とか素材とかあるし、結構ファッションデザイナーの方っていうのはあれですよね、建築家の人多いですよね。出身がいろんな、まあ、不正社内とかいろいろいますけども、まあ、建築を学び出してから自分がまあ何をしてたかなというところをまあ振り返ると、まあ、学生の時は本当に毎年夏休みになるとこう旅行に行って1ヶ月ぐらい放浪するっていうようなそういう学生でした。で至るところでまあ建築を見るんですが、ここに出ているのはその中でも多分一度行ってもう一度行きたいなって思って何度か足を運んだ建物です。まあ、皆さんご存知のものが有名どころですよね。で、まあ、共通点があって、まあ、左上のグッツケンハイムとニースナショナルギャラリーとキンベル、で、もう一つはクンストハルですね、コールハウスの。で、実はこの、コールハウスのクンストハル以外は、まあ、建築家がもう晩年、一作に近い時に作った作品だということに後で気づきました。で、まあ、これらが共通して言えることっていうのは、まあ、非常にこう昔ながらの建築の中で新しさをちゃんと作っているというか、突然生まれるこう新しさというよりはしっかり歴史をなぞった上で構築されているということを、まあ、当時は感じられなかったですけれども、まあ、自分がいいと思った理由を探し出すとそういったところだったかなというふうに感じます。結構建築の、ね、人は旅行しますよね、学生さんはね。そうですね、まあ、そういったものを見るとこから学び取るっていうのが、まあ、最も重要なことだというふうに、まあ、感じながら回ってたんですが、例えば、ナショナルギャラリーの右上の、建物のこの柱は、まあ、皆さんご存じ十字の柱なんですけど、どういうふうにこうミスが考えたかというと、まあ、様式的なヨニア式の柱を、まあ、味わうと言ってるんですね、ガッパ。で、味わうというのは、まあ、多分古典をうまく消化をして現代的なものに置き換えているという発想です。で、この、 十字の柱ってよく見ると上に向かって少しテーパーがかかっていて、100ミリぐらい付け根を細くなっていて、大きなトラス、針をかかっているんですが、まあ、それによってこう浮遊感が出ていると、様式の、建築にはないそういった、重厚感と、まあ、浮遊感みたいなものを両立させているっていうのが、まあ、これがなんかこう建築を作る上の、まあ、ヒントというか、まあ、今でも自分の中の思い出すヒントではあります。あとこれは先ほど右下にあったクンストハルの中のインテリアの写真です。コールハウスは
その、まあ、あの時代が1992年ですね。で、まだ当時日本ではポストモダンがまだ流行している時代だったと思います。まあ終焉に向かってましたね。でその当時に、これだけあの新しい概念の建築が作る、まあ、非常に衝撃的なことで、まあ、それまではその建築家が、まあ、メタファーとかその思想何か幻想の中で造形を作っていく。でそこに、まあ、新しい建築っていうものを目指して作っている時代だったと思うんですけど、彼はそれを、一掃して、まあ、簡単に言うとダイアグラム化していくという建築の手法を取りました。で、まあ、そこに必要な、ボリュームだとか、まあ、血統をちゃんと読み取って、分析してその数値を、建築の箱に置き換えていくと。でそれを組み合わせていく中で建築が出来上がるという、 ある種その非常に民主主義的な作り方なんですね。でそこの中には非常に自由度があるということで、組み上がったダイアグラムの中でできた建築の中を見ると、この例えばこの構造の配置の仕方とか照明の作り方とか、この家具の色の、まあ、配置、まあ、非常にこう自由なんですね。でこれはその学生の時に見るとのインテリアの意味がよく分からなかったんですが、まあ、なんかここの建築っていうのは他と違うことが感じられて、まあ、他のスペースに行くとまた違うインテリアなんですね。それが本当にここに中にいる人というか、その子が、主人公になれるような建築がちゃんと作られているところが、まあ、これはおそらくその公共建築とか商業建築っていうものを作った時の何か作るヒントになるんじゃないかなというふうに思いました。結構建築の、まあ、方っていう、まあ、偏見かもしれませんけども、やっぱ箱とかボリュームとかの方に行っちゃってて、あんまりインテリアの方にまでなかなかね関心がない人も多いですし、まあこの間なんか南波さんの話じゃないけども、やっぱ俺は箱を作りたいわけであって、その中のそのなんていうの細かい衣装なんかっていうね、ちょっとあまり乱暴言っちゃうとあれだけど、そういう傾向ありますよね。そうですね。多分コールハウスの場合はその実はインテリアとか素材にものすごく興味がある人で、構成ができた後に実は素材についてすごく考える人だったりするんですね。でその素材は実は本当に自由なので、その自由を獲得するために全ての人が理解できるダイアグラムを作って、まあ、それで合意形成を得た後は多分自分の好きなものを作るということをやってたんだと思います。結構それ松井さんの資本にも共通してるとかありますよね。そうですね。自分の好きなものだけを作ってるわけじゃないんですけど、まあ、そこを納得してもらうための道筋をしっかり構成の中で作るというのはやりますよね。はい、非常にこう民主的にこう作り上げていくっていう。そうですね。さっきここに、ちょっと早く来てお話しした流れの話もそうでしたけど、なんかこう物を作るときに、まあ、自分が、事前になんかこういうものを作ろうというふうに考えることはほとんどなくて、プロジェクトが始まってその概要だとか条件とかルール、まあそのまあ、よく言われるコンテクスト、まあ、周辺環境もそうですし歴史もそうですし、そういったところを、読み取っていった中で作るきっかけを見つけていくというのが基本的な考え方だと思います。あとですね、まあそうですね、これが、まあ、自分の考えているまあ、一番大事なものかなと思う一言ですが、まあ、これさっきのミスの話もそうですし、まあ、コールハウスもそうですけど、やっぱり新しい建築を作ろうとか新しいインテリア空間を作ろうと思った時っていうのは、まあ、自分の内面からだけで作ることはほとんどできなくて、まあ、何千年と続いている建築の歴史だとか、まあ、インテリアも含めたその過去の事例を、まあ、真似るわけではない消化をするということだと思うんですが、まあ、それミスグリーンと味わうという言葉に置き換わってますが、なんかそういったことをした上で自分の考えているものを実現させていくというのが大事だろうと思ってます。やっぱあれですよね、ただその 100%
100% 新しいものってのは絶対ありえないですよね。まあ、論理的にも哲学的に言っても、なぜなら 100% 新しいと認識できないからですよね。それはやっぱり人間はどういうものなのかわからない、カテゴリーもできないし、やっぱりそれは、まあ、多分空間というものを今の人が作るときっていうのはもう過去の音源が当然あって、うん、建築っていうのはね、その自分以外の人も全員が知っているものなので、その新しい産業とか成長産業のデザインとは随分違うところがあるのは、そこを熟知するためにはやっぱりその古典から入っていくっていうのがあるとは思います、うん、日本って結局古典が古典から取らないですよね。古典、まあ、取りようがないかもしれないけども、まあ、まあ、ある部分、ね、まあ、古典と言葉に縛られると少し古くなりすぎるんですけど、うん、おそらくまあ一番参考になるのは近代史であって、日本の歴史の授業って縄文時代からあるじゃないですか。で、一番大事なところに行き着く前に終わってしまうので、なんかそのレファレンスできないんですよね。本当は重要な一歩手前の時代の歴史っていうのを学ぶべきなんですけど、まあ、日本の多分教育がそこがしっかりとカバーできてないというのも大きいところだと思います。で、その、まあ、日本の教育がカバーできないところを どうやって補うかといった自分の足で見に行ったりとかすることがやっぱり大事なので、まあ、大学で学生に教えるときにもそこは注意してやった方がいいというのはよく言うようにしています。で、あとその、まあ、学生時代はそういったことをしながら過ごしたんですけど、自分の事務所を持つようになって、まあ、大事にしていることなんですが、まあ、これは食事の風景ですね、まあ、食を囲むということを大事にしています。やっぱりこう人の一番中心にあるものは食だと思っていますし、実は建築とかインテリアを作る上でもその食っていうのは何を作る上でも大事なキーワードになってくることを、まあ、最近痛感していて、まあ、オマが、2002年ですかね、ハーバードでやった授業でショッピングっていうテーマがありましたが、まあ、それまでショッピングというのはあまり体系化されてなかったんですが、それを学術的に、まあ、論じていこうというムーブメントがありました。で、最近は、知恵松さんでしたけど、まあ、それが第2な時代が変わってもう一度ハーバードの、同じスクールで確かフードというテーマで、やられていて、まあ、そのフードというのは何かというとその、まあ、資本主義の中でできてきた産業として、まあ、ものすごく大きなものだというところで、実はそれをしっかり考えた上で建築を作るみたいなことを言われてたのを思い出しましたが、なんかそのやっぱり食っていうのは、まあ、人間が生きる上で最も大切なものなんですが、構築する対象としてもものすごい大きなもので、実はそこをしっかりと理解してデザインをできるかというのが問われてくるんではなかろうかと思います。みんなで料理とか作るんですか？そうですね、時間のある時はですが、まあ、本当にちゃんとした食事を作るのは本当に1ヶ月に1回あるかないかですけれども、うん、まあ、みんな買ってきたものを少し調理したりとか、しながら食べています。なんか確かグエナル・ニコラさんの事務所はなんかみんなで料理作って食べたりしますよね。注文したりして。多いですね、建築家の方では。何かあれのヒントになってるんじゃないかと思うんですけど、スタッフの外国人スタッフもいて、この当時来てたインターンの子がマレーシアの子だったんですが、まあ、マレーシアの食事情ってどうなのっていう話をして話していたら、まあ、行ったことある方も皆さんご存知です。外食ですよね。そうですね、外で食べる、外食というかもう外で食べる外食ですね。で、空の下でこうやってテーブル並べて食事をされているという、で、屋台ですね、こう屋台村みたいなものが、これもアジア圏はほとんどそうかもしれないですが、うん、家建物なんかが、まあ、ムシムシするのがみんな外に出て食べるという習慣があります。で、まあ、なんかこれが、有名なのが、これは多分整った屋台村ですね。でこれがホーカーセンターって言って、まあ、違法の屋台を、まあ、一箇所に集約して作った、まあ、で、この建物というのは
その地域にある工場だとか倉庫みたいなものをリノベーションして、そこにこうあの屋台を集約させているんですね。なのであのなぜかこう地域とちゃんと根付くものになっていて、多分今結構ここは皆さん多分普通の方も行かれたら観光名所になっていると思うんですけど、何がいいかというと、実はその屋台なので一個一個のこうお店が個人のお店なんですよね。あの資本主義に侵されてないというか、あのそれは面白いですね。なんか日本もこういうのどんどんね、そうでもいいんじゃないかと。ショッピングモールとはちょっと違うんですね。すね、それがそのまあホーカーセンターのいいところなんですが、まあこれもあの独裁開発のあのまあいい部分だったとはされていますが、それがどん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 今は減ってきていて、あのさらにこう新しいところにこう移管されているとっていうのが、こういうまあこれ日本でもありそうな。フードコートになってしまっているんだよっていう話をしてました。なんかリファインされちゃってて。そうですね。まあ、あのデザイン的には これがいいかどうかというよりは、まあ、デザイン的にはむしあの多分リファインされて綺麗にはなっているところもあると思うんですが、まあ、そうしていくとその個の集合としての予算がどんどん消えていって、まあ、あと一番その中でも、悲しいことはその歴史とか過去のものが削ぎ落とされていくという現象が起きているんだと思うんですね。でそうなるとまあどこに行っても同じものという、これ日本でも同じようなことが起きてますけど、うん、あのやっぱり食を大事にしていればこういうことは起きないんで、なるほど。すごくそれは面白いですね。日本ももっとこういうのをやれば、やっぱ日本もアジアという意識は僕あんまりないような気がして、どうもなんか日本が先進国になんかあの入っちゃってて、その肌が黄色いけど中は白いみたいな、そういう意識がどっかにあるような気がして、もっとアジア的なですね、混沌としたそのマーケットとかアジア式経済とか、そこでもっとあってもいいんじゃないかなって僕は個人的に思うんですけど。そうですね、あの、まあ、それが多分僕も一番分かりやすいのは食文化だと思っていて、まあ、食文化を大切にするための建物というのは今後増えてくるんじゃないかなと、まあ、それはなぜそれがいいかというと、多分最も合意形成が取りやすいんですよね。あの誰でもやっぱり食事はするし、あの人を喜ばすことができるし、なので美術館を作るにしても図書館を作るにしても、まあ、食事をする場所をどういうふうに設けるかとか、それは多分あの市場原理ではなくて、あの計画的なあの政策としてしっかりと街を作る仕組みに置き換わるんではないかなというふうには思います。まあ、いずれこういう発想もなんかこう提案されたりしてもいいかもしれないですね。頭の中こういうふうに思ってしまう。多分空港で飲食店をいくつかやらせてもらって羽田空港ですね。まあ、そうなるとあそこもフードコートといえばフードコートなんですね。なのでそれをフードコートにさせないにはどうしたらいいんだろうかっていうのはやっぱりすごい重要なテーマです。そこもいいですね。フードコートでありながらもフードコートらしくないようにしたいみたいな。そうですね。それはやっぱり作る時の一番大事なことで、まあ、ちょっとこの後半の話になってきますけど、流れでも話していくと、結局羽田空港っていうのはまあ、公共建築に近い機能を持っているので、まあ、全員にしっかりとこうサプライズしなきゃいけないとか、そういったことを考えるので、ほとんどファミリーレストラン化するんですね。でファミリーレストランっては便利ですけど、やっぱりとても美味しいわけではないというか、ファミリーレストラン好きの人がいたら申し訳ないですけど、やっぱり特化してないので、全部平均転職ですよね。で本当は日本って寿司屋があったり焼き鳥屋があったり、専門職の人がいて、そのフードを作る人も専門職がいっぱいいて、専門店っていうので町が成り立っていたんですね。もうこれ江戸時代からずっとそうですね。江戸時代からね、屋台がいっぱいあったんですね。なんかそういったその、まあ、専門店に戻していくみたいないうコンセプトで作っています。で専門店っていうと、今度それをきれいに効率よく作るとフードコートにまた戻っていくので、まあ、そうならないような丁寧なものの作り方っていうのが重要かなと。それはあれですか、松井さんがその例えばその空港っていうのは、まあ、端的に言ってコンテクスト拾いにくいところもあるから、じゃあそのファストフードとは何ぞだみたいな、そういうところから考えて、その歴史的なその地層からコンテクストを拾ってこようとしたんですか、それは。そうですね、
まあ、オーダーのテーマがやっぱり、もうそれが考えられてて空港の中で、その、まあ、専門店を作りたいというところまではもうあったんですね、ベースが。でなぜ専門店を作りたいかっていう、その分かりました、じゃあ専門店作りましょうじゃなくて、その専門店が、まあ、作るものをどう考えるか組み立てるかっていう意味でもう一回遡ってその食文化をリサーチして、まあ、それのプレゼンテーションから始めるというような作業が。なるほど。ちょっと淡々とスライドを出してるとまだ時間がたくさんあるのでなくなってきましたが、ちょっと後半は今日ちょっと商業、商環境のテーマに絞ったプロジェクトにしているので、そうじゃないプロジェクトの概要でちょっと、ぜひお話しできればと思います。これは、自由学園の、校舎なんですが、自由学園は皆さんご存じの通り明治館で1921年に、目白で開校してまして、まあ、フランク・ロイド・ライトが設計をした校舎です。で、その後、1936年ぐらいになって、今ひばりが丘という場所に、校舎を移して、でフランク・ロイド・ライトの弟子の遠藤新さんと、そのさらに息子さんの遠藤楽さんが構築した校舎で、これはすごい素晴らしい校舎です。で、今多分東京で本当に2校か3校しか残ってない木造校舎が小学校から、大学までありまして、大学は、木造校舎じゃないんですけど、中等部まで、木造校舎っていう今も現役で使われていて、で、面白いのが、自由学園さんは、70年前から、植林活動というのを、教育の一環でされているんですね。で、山にこう、当時杉とヒノキを植えて、でそれをこうずっと、育てて枝打ちとかを学生がやって、で当時はやっぱり日本にそういった材料が少なくなった時代で、まあ、それがあと50年後に自分たちが使う校舎になるという当時の、創業された方が、おっしゃって、ずっと続けていたと。実はでも実際木を使うまでって早くて50年なので、ようやく今使えるようになったんですね。で時代がもうこう一周してしまって、今木造校舎って法律上作るのすごいダメになってしまっていて、全部木で作るっていうのが非常に困難な、まあ、ただまあいろいろ工夫をすると作れるので、まあ、実はこれはその、植林地の木を伐採するところから遡って計画をして、その木を、修正材にして構造の柱を作って、で、余ったところを仕上げにして、そういった普通やらないような建築の作り方は素晴らしいですよね。なんか結構日本ってその木造とか木工技術をだいぶなんか放置しちゃってて、もう結構死にかかってるってパラシゲさんが言ってましたよ。そうですね、結構スイスの方が結構進んでると日本より全然、ここで使った木は三重県の宮山市っていうところで、宮山区っていうところなんですけど、ちょうど裏が有名な吉野区になるんですね。吉野区、はい。で実は海側と山側で随分と性質が違って、まあ、海側のヒノキはまあ、ちょっとこう少し油分が増えてくるので粘りがあって構造材に向いていたりとか、非常に強い木が取れるので、比較的日本の林業の中ではまだ発達を している場所なんですね。でただやっぱり人手不足で、この自由学園さんが持っている植林地も今は昔ほどは手入れができてない中、まあ、それでも毎年行かれて整備されていたので、まあ、その規模をようやく使うということができたのはかなり世界的に見ても自分たちの学校で、木を育ててそれを校舎にするという事例は多分ないんじゃないですか。ないでしょうね、美しいですね。これさっきおっしゃってたその歴史的なものからという感じですね。これはまあ、このプロジェクトに関してはその、むしろもう歴史がしっかりとしすぎた背景があるので、まあ、そこをどう僕が何をするかってことを考えないと遡らなくてももう歴史がそこにはあるんですね。で、もうすぐ100年経つ学校ですので、まあ、そこに沿いながらとはいえ何か新しいことをやっていこうということで、
で、これ校舎なんですけど、あの用途としては、アフタースクールですね。まあ一言で言うと、あの学校が終わった後に来る場所になってます。で、やっぱ現代になってくると、当時は本当に共働きの人はいなかったんですね。むしろ親も教育に参加するようなあの理念でやられてたんですけど、まあ、それだと今現代社会ではなかなかそういった教育を続けるのが難しくって、そこの起点ですね、あのその教育理念を持たれてながら、もう今の社会ではこういう場所が必要だということで、多分学校でそういう学童というか、そのための校舎を建てるっていうこともなかなかジャッジとしてはできないんですが、そういうことをやられた建物です。あのこれちょっとちなみに質問なんですけども、どうしてあの 色を分けたんですか。あ、足元ですか、はい、あそこはですね、木じゃなくてあそこ大谷石なんですね。大谷石、はい、格子と同じサイズの大谷石が下にありまして、あの、まあ、単純に立ち上がりのところの石張りを、格子状にしたものですね。で、まあ、明日館もそうですけど、大谷石を使われていて、ね、確かね、まあ、そのマテリアルスキームみたいなものを考えたら、まあ、あの中学園って大谷石としてできていて、まあ、そこを変える術はないだろうと。ただ同じ使い方ではなくて、そういったあの少し新しい大谷石の利用方法というので、ああいうこと。あと、これはですね、福井県にある、公共建築なんですけども、もともと、展示場というか、何でしょうね、ギャラリーとか観光センターとかそういうものが入ってた建物なんですけど、だいぶ利用率が落ちていて、県としてそれを何か新しい使い方できないかというところで、実はこれのリノベーションをするときに、まあ、用途決まってなかったんですね。何を作ろうかというところから始まりました。で、一緒にこう担当の方とかいろんなチームの方とこう構築していく中で、まあ、結局はこう、何か図書館を作ろうとかそういうアイテムもあったんですけど、まあ、なかなか県の中で図書館を作るっていうのも難しくてですね、最終的にはそう、ここは見本市ができる多目的な場所ということになっています。で、見本市をするっていうのは、まあ、その、地域の産業のためにあるんですが、まあ、いろんな産業が実は伝統工芸が7つぐらいある場所なんですね。鯖江というところにあってですね。で、まあ、和紙だとか焼き物だとか、メガネもありますね。はい。まあ、その産業が非常に、盛んな場所なので、その人たちが自由に使える場所ということで、ほとんどの場所を大きなホールにして、そこに可動性のある大きな家具を点在させて、それでこの例えば左側はこうショップを期間限定でやったりだとか、講演会をやったりだとか、まあ、自由な用途をここに与えるということをやりました。その可変させるっていうことが、まあ、そうするとどんどんと何でも可変されていくので、ちょっと不自由なぐらいがいいと思うんですね。で、この大きな家具はですね、右下のように、まあ、一応ギリギリ人が押せるぐらいの大きさになっています。で、それ以上ちっちゃくもならなくて、まあ、取り回しがある意味では不便なんですが、まあ、そこが人がちゃんとそこを利用していくために必要なフックなんじゃないかなというふうに考えて作りました。あとですね、住宅も、毎年1つか2つやらせていただいています。今も2つ着手して建設中ですけども、これは、武蔵小杉から、まあ、10分ぐらいだ新丸子のあたりの間にあるお家です。非常に建坪はコンパクトなお家なんですが、まあ、さっきちょっとお話ししてたように、食を中心ということがやっぱりこれもキーワードになっていて、まあ、大きなキッチンの上にが吹き抜けになってまして、まあ、そこがこの建物住宅の、まあ、コアな部分になっています。で、そこを囲むようにこう、小部屋がどんどんついていて、まあ、真ん中の写真の上に写っているのが子供部屋で、奥がダイニングという形
ミングルームですね。で、お父さんの書斎があったりとか、なんかそのここでお母さんが食事をしているその風景がどこの部屋からも見えてて、で匂いがちょっとしてきて、そうすると自然に降りていて、食事を囲むっていうような、その食事を作っている時間みたいなものも共有できるようなそういう家になっています。でこれ西側を向いている家でして、まあ、なので大きなお庭が3つついてます。外側の、面構えは非常に植物的なんですけど、まあ、中に入ると相反するこう人の優しさがあるような、そういう家にしたいなと思ってます。まあ、これは 小空間といえば小空間なんですけど、家具のショールームを設計させていただきました。で、このフレイスという自社の自分たちでも家具を作られている家具メーカーさんで、非常に質の高い家具を扱われています。あとトーネットとかですね、トーネットの日本のショールームも兼ねた、ショールームですね。でここでやりたかったということは、まあ、ネット社会になってくると、どんどん実はこういう家具もネットで買える時代なんですが、実空間ってすごい大事で、そこの、はい、行った時に自分たちがしっかりと価値伝達をしたい、場所になっているかどうかですね。でそれはなかなか小売店ではできないことで、自分たちのショールームだからできることだと思うんですよ。で、なので、自分たちが持っているブランド価値みたいなものを実現する場所として、しっかりとした実空間を作るということが大事なんだろうということをお話ししながら、このショールームを設計させます。これどこでしたっけ、場所は、日比谷にある、はい、日比谷公園の近くですね、日比谷通り沿いになります。家具って絶対ショールーム必要ですよ、はい、当たり前ですけどね。まあね、もうインターネットで何でも買えちゃうけども、やっぱりちょっと立派に作りすぎて、来た人が家具じゃなくて壁を見るんだけどっていうクレームはいただいてますが、まあその空間の中に溶け込むという意味では成功してるんじゃないかなと、こっちも言い訳をさせていただきました。これはですね、まあ、空間といえば空間なんですが、舞台美術のデザインですね。ピアノが真ん中に置いてあるんですが、まあ、朗読をする、演劇の、舞台で、非常に、演劇の、世界ってお金がすることなくて、なんかその、素材でいうと極力何も描けないで、これできているのはチェーンだけなんですね。でチェーンを、まあ、建築やってる方なら見たことがあると思うんですけど、まあ、逆さずりをしてドームを作っています。まあ、カテナリ曲線ですね。でそれをなんかいくつかこうぶら下げて、まあ、光を当てて、でそうするとそれが教会のように見えたりだとか、シャンデリアに見えてバーのようになったりだとか、まあおそらく普通の舞台美術でやっていくと非常に具象的なデザインになっていくところを、できるだけ抽象的に作って、光の効果で、空間を感じさせるということをしました。で多分これは空間を作る仕事の中で一番特殊で、機能がないので、それをどう思わせるか、それが教会に見えるのかとか、それがバーに見えるのかっていうところを人間の極限まで情報を落として、想像してもらうみたいなことを考えながら作ってます。ちょっと話がそれるんですけども、ちょっと連想したのは中村隆二さんがやったオペラのセットも、こんなやっぱすごくミニマムなエレメントを使ってやってましたね。すごくギリギリで、確か2、3幕の短いオペラだったダンスマカブルなんか、すごくシンプルで、おそらくその考える方も極限まで削ぎ落とさないと実現ができないので、まあ、2手3手出せないんですね、こういった一過性の、もうこれも1週間もない
結構照明がなかなかあれですね、聞いてて。そんなような仕事をやりながら、はい、今、あとはですね、あのスライドが後半戦のものになるので、そうですね、じゃあ、はい、これぐらいで、あの、はい、プロファイリングは、はい、ということで、あの中村さん、そうですね、スタイル的にはですね、松井さんの場合は、なんていうんだろう、さっきも話したんですけど、建築家さんがインテリアがやると、まあ、ちょっと偏見っぽいんですけど、こういうふうに結構王道的なうまいの できないのかなみたいなこともまあまああるんですけど、結構松井さんはなんかすごく王道もちゃんとできちゃってるっていうか、すごく素晴らしくて、しかもそれは全部オリジナルで作ってるっていうところがまたすごいので、ぜひそれはまた後半の方で見ていただきたいと思います。じゃあこれで一応前半終わりますので、休憩に入りますのでよろしくお願いいたします。